ああ、もう男子が増えた。性欲の塊の男どもが。昔から男というのは女性を性的な目で見、好きさえあればセックスしようとしてくる。顔など関係ない野獣。穴があればついてくる。木島が私に近づいてくるのはゲスなことを考えているからだ。そんなこと言っても体の方は正直だな。いい声で泣いてみろよ。黒？なんで黒？お父さんの小説や資料じゃ大きいのは自慢になるのに。おはよう、堀江。え？おはよう。おう、堀江さん、もしかして。ホームルーム始めるぞ。つい返事をしてしまった。そうだ、今なら確かめられる。この際手のサイズではなく直接股間を狙う。別に変な気持ちで触るんじゃないから、大きさを知りたいだけだから罪にはならないはずだから。でも素手とか。袋があればあとメジャー。今度にする。今度っていつ？こうやって逃げてるのか。そうじゃない。ああ、もう触るの触らないのどっち？だって合宿なんてほとんど遊びだよ。青春じゃ青春じゃ青春まっさかりじゃ。何を置いても参加しなさい。簡単に言うけど、夜みんなで部屋に集まって青春あるある。大乱交パーティーかもしれないんだよ。青春じゃ参加しなさい。それでも親か。堀江さん、ちょっと待って。話したいんだけどいい？あ、話だけじゃなくいろいろやりながらでも。そうそう、みんなでワイワイやりながら夜パーティーしない？きたー。まさか私と木島のプレイが見たいの？どうするの私、今日はメンパだよ。しかもへそ上タイプのおばちゃんから。女子のパンツはみんなツルツルしてる布地のやつかと思ってた。リア充はきっとこんなこと思ってる。プレイなんか絶対無理。調教者？最悪だよね。そんなことないよ。ずっとお前のことしつけたいと思ってたんだ。そんな。これ一緒に勉強できるか。ここで一緒にやる？ちょ、ここ外だよ。何考えてんの？何？外でやるのもいいと思うけど。こいつ野外プレイ好きか。私は人に見られるのは。さっきは驚いたけど、木島くんのことを否定したわけじゃないからね。ド M で野外で状況プレイ気にしてないからいいよ。そしたら今度またこの本で勉強しよう。あの、とりあえずその本返して。入れ替わってたの。ああ、これ。そう、それ返して。やだ。今度はド S？ こんな風に二人でいたら誰も見ないよ。どうしたの堀江、そんなこと言うなんて。風なんかあった？この童貞、私が言ったらおかしいか。もう帰る。待って。ごめん、嬉しすぎて夢かと思ったんだ。ついにやっちゃうんだ。誰も見てないんだろ。でも よし、もう覚悟はできた。行くよ堀江。やばい。しっかり捕まって。私が守る。堀江、さすがにそれはダメ。堀江の下半身気になりすぎる。なんてハレンチな。やっと本性を現したな。やっぱり体目当てなんでしょう。そんな人とは一緒にいられない。一人で戻るからついてこないで。それはダメ。木島君と二人きりになった私も悪いけど、もう分かったから、せめて優しくしてほしい。ごめんね、堀江。なんですかこれは。あ、
パンツ見えてたよ。細いくせにお腹が割れててセクシー。男優とはまた違う生で未成熟な感じ。堀、うん、なんかついてる。近いんだけど。何見せてるの変態エッジ露出巨棒。進んで見てたのに。海じゃ普通だよ。お疲れ様です先輩。早速エッチしましょう。ナイフ、こんなとこで何言ってるのよ。軽い挨拶ですよミャーさん。そんな挨拶があってたまるか。さっさと中に入れ千尋。あとどれくらいかかりそうだ。30分くらいかな。では先輩、その間イチャイチャして時間を潰しましょう。断る。なんか軽めのゲームでもやろうか。ハードル高いわね。よし、では早速この俺がお手本として素晴らしい問題を出してやるとしよう。いつでも出してください先輩。妙な声を上げるな。やるじゃないイツキ。この俺にかかればこの程度の問題造作もない。さすがです先輩。その調子で私のいやらしい部分の締め切りも破ってください。断る。あれじゃない。さすがミャーさんは大人です。私も先輩とエッチしまくりになりたいです。しまくりって、その言い方だと私とイツキがそのあれみたいじゃない。あいつはただの大学の同期。そういえばイツキ先輩とミャーさんって同じ大学でしたね。うまかったですね。あとはデザートに先輩のおちんちんがあれば言うことなしです。相変わらずだねナユちゃんは。二人きりですね先輩。お前も早く帰れ。二人の熱い夜はこれからじゃないですか。おいこれやめろ。ちょっとだけ、ちょっとだけですから。こんなに濡れちゃいました。さっさと風呂に行け。妹にしか興味がないなんて、先輩は本当に変態さんですね。先輩好きです。え、農具の好きがどうかしたのか。私と付き合ってください。おお、どこへ行くんだ。セックスしましょう。俺はサックスよりトランペットがいいな。即オッケー。亀なのかオケなのかどっちなんだ。ちょっと苦しいですね。お前こそそんな告白がどこにある。女の子の顔面にいきなり自分の玉を突き出してくるなんて、先輩の特殊性癖にも困ったものですね。卑猥な言い方をするな。変なもの入ってないだろうな。市販品なので大丈夫です。本当は手作りで私のいろいろなあれを入れるつもりでしたが、ミヤさんに止められました。当たり前よ。よくやったミヤコ。先輩、先輩だけは分かってくれるんですね。まあ暴れなければどうしようもない時もあるし。やっぱり先輩大好き。先輩だけが私を救ってくれる。先輩になら何をされてもいいです。めちゃくちゃにしてください。お断りだ。はい、じゃあ私も先輩の妹になります。年齢は10歳です。趣味は月子お姉ちゃんとエッチすること。そんな10歳がいるか。ダメですか。あ、いやダメではないけど、まあ好きにしてくれ。じゃあ最後は私、四女のデスマスクです。粘膜接触で相手の能力を大幅にアップする力があります。君のスキルが一番まずそうなんだけど。これからどうする。とりあえず疲れを癒すために宿でエッチしましょう月子お姉様。アホか。いつき先輩と一度もエッチできなかったのが心残りなので、次はもっと頑張ります。頑張らなくていい。そうだね、次のセッションのことも考えておくよ。私も全裸の先輩だったら一日中見ていたいです。ほらさっさと次行くぞ。あとは人間のの写真を加えたいところですね。俺の顔を見るな。俺の股間も見るな。しかし先輩のゼーナの写真はもうあるのでした。それあの時の。消せ、すぐに消せ。やですよ。
無防備な先輩の可愛いお尻チュッチュッチュー。にゃっ、どうしたカニコ。なんで下着のサイトなんて見てるんですか。小説のために調べ物してるだけだ。なんで下着のことなんて調べる必要があるんですか。どんな下着をつけてようが、どうせ次の行で全裸になるんだからどうでもいいじゃないですか。コミカライズの三国山先生が俺に下着の素晴らしさを気づかせてくれたんだ。三国山海子、それが先輩をおかしくした元凶です。あー、とんでもないもの見ちゃったわ。あれ、でもミャさんはなんて見慣れてるんじゃないですか。見慣れてるわけないじゃない。そうなんですか。女子大生はみんな喋るおイーターだと思ってました。偏見にも程があるわよ。ではミャさんは処女なんです。